あんたには解けるのよね、その封印。もちろん。これは封印じゃなくて氷みたいなものよ。バトラの手から奪えば日向に置いとくだけで、時間をかければ勝手に溶ける程度の脆いもの。手っ取り早く打ち砕けないの？あんたは冷凍サンマをハンマーで叩いて解凍するの？ごめんね、家庭科は1なの。子猫たち、この封印の解答を。あとはあの子たちに任せておけばいいわ。本当に私に中を読ませてくれるんでしょうね。あなたが望むならそれは叶うわ。そして私だってあなたのその鍵がなければ読むことが叶わない。しばらく休みなさい。私もあんたの相手だけをしていられるほど暇じゃないの。別に疲れてなんかいないけどね。エリカ、エンジェにお茶でもご馳走しなさい。はい、我が主。ベルンカステル、もしあんたが私をうまいこと利用して本と鍵を奪おうと考えているなら、ただじゃ済まさないわよ。貴様、我が主に向かってなんて口を。ごめんなさいね、魔女と随分長くやり合ってたせいで普通の言葉は信用しないことにしてるの。いいわ、赤き真実で約束してあげる。一なる真実の書を封印が解けて一番最初に読むのはあなた、エンジェよ。これでいい？まだ不満なの？
何も。封印が解けたらすぐに呼んでちょうだい。もちろんよ。私だって早く読みたいもの。すぐに呼ぶわ。行きますよ、同志エンジェ。気持ち悪いからエンジェでお願い。じゃあ私のことはエリカ様でお願いします。行きましょう、同志エリカ。ここは何なの？図書館って呼ぶにはあまりに広大すぎるわ。どうせ覚えられませんから、図書館とでも呼ばれたらどうです？覚えるかどうかは私が決めるわ。言いなさいよ。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女により厳選されし名誉ある図書の都です。やっぱ図書館でいいわ。言うと思いました。ただの本じゃないんでしょ、これらは。ええ、これら一冊一冊が重厚な群衆劇をまとめたもの。ここでは本に見えますが、本を開けばそこには本当に世界があるのです。私たちの長い物語もこの中の一冊でしかないのね。遥か上層の霞んで見えないくらいに上層の大魔女はもはや神や造物主と同じ存在です。そんな連中から見れば私たちの物語なんて果たして一冊にまとめる価値があるかどうか。でも私たちは主人公だわ。私もあんたも。そうです。神々の物語に記されることがなくとも、私たちが記す自らの物語の主人公は常に自分なんです。それを自覚できるかできないかが魔女と人間を分ける最初の分かれ道。我が主よりお茶を振る舞いとの命令ですので、飲む気がなくても漏斗を突っ込んで流し込みますから、そのつもりで。それやったらお抹茶を振る舞うわよ。抹茶？なんでもないわ、こっちの話。こう言っちゃなんですけど。何？真実を得るために
命を投げ出す契約なんてよくもしたもんですね。生きて何かするあてもない。なら私にとって残りの人生を投げ出すことなんて対価としては安いものだわ。我が主も物好きな方です。こんな無気力女の無価値な命と引き換えに契約なさるなんて。我が主は奇跡を司る魔女ですから。だからあんたみたいな無価値な女の前にも姿を現すのでしょう。そうね、ベルンカステルが現れなくても私はあの日あの国へ一歩を踏み出していたのだから。安いね。じゃあ、あんたにはそれだけの価値も。私ですか？私は真実を暴くのが好きです。知ってるわ。隠し事を暴き、相手がどうしてバレたんだと青ざめるのを見るのが大好きなんです。その瞬間、私は真実に至ったのだと確信し、恍惚を覚えます。趣味はいいです。じゃあ、あなたにとって真実は何だというのです？意味なんてないのかもね。意味もなく大好きなお兄ちゃんが隠す真実を暴く？あんたこそ意味がわかりません。だからね、私にとっての真実は目的に変わったの。生きるための理由とでも言えばいいのかしら。じゃあ真実にたどり着いたらもう生きる意味も目的もなくなっちゃいますね。そうよ。だから死ぬの。もういいじゃない。12年も余計に生きたのよ。そんな私に最後の瞬間くらい願いを叶えてくれる魔女が現れてもいいとは思わない？はぶっちゃけると生きるのにもう疲れたの一言でようやくできちゃいますね。そうよ。だから私の存在も生きる目的も何もかもが無意味。一なる真実の書にたどり着くという目的は、そんな私に
人生最後のちょっとしたきらめきを与えてくれたわ。その一点でだけベルンカステルには感謝してるわ。なるほど、バトラはあんたに生きてほしいからあんたの死ぬためのゴールを隠してるわけですね。バトラさんに初めて同情します。妹は選べないですからね。未知なる真実の書、内心は私も興味津々でしたが、そんなあんたの人生のピリオド扱いじゃ大した真実は記されてなさそうですね。そうね、最初は驚天動地の何かが記されているかもと期待したわ。でも今は何というか冷めてる。無価値なあんたが求める真実なんてどうせ無価値です。それがあんたという無価値な人生のピリオドにふさわしいでしょう。ええ、きっとそうなの。今は達成感なんて全くない。よくわからない気だるい疲労感があるだけよ。真実の魔女は真実に耐える力があるからこそ真実の魔女なのです。同志エンジェン、あんたにはどうやらその力がないようですね。あったなら死のうなどと思わないのですから。そうね、私は誰かが帰ってくるかもしれないという幻想に12年もすがった。私がベアトリーチェの猫箱に都合よく真実を隠して12年も真実を拒否していただけに過ぎない。未知なる真実の書を読んだらあんたはどうなるんでしょうね。さあ、契約に従いベルンカステルがちょんと私の首でも鎌で買ってくれるんじゃない？あるいはまた引き肉かしら。今度こそ塩と胡椒を練り込まれるわね。ふなるほど、だから引き肉なわけですね。何か言った？いいえ、何も。それよりおかわりはいかがです？ノーサンキュあの底を流れてる光の行列は何？ああ、大アウローラ教のパーティーの客人たちの行列でしょう。客人？
元老院の大魔女たちや退屈から逃れる永遠の旅の途中の航海者たちや数百年の眠りより目覚めた偉大なる大魔女たちから未来世界を牛耳る魔女や魔女狩りの貴族たちまで、今夜は大きなパーティーが催されるようですよ。お誕生パーティーでもするの？無限の魔女大ベアトリーチェ卿は辺境の魔女なれど、その優れた魔法体系により無限の物語を生み出す無限機関ベアトリーチェの猫箱を生み出した天才魔女だそうです。私からすれば爪の甘い間抜け魔女なのですが、どうやら大魔女の世界ではちょいと知られた有名人のようで。ベアトリーチェの誕生会でもやるわけ？我が主はベアトリーチェの腹渡でもつ鍋パーティーと言っています。だってそうじゃないですか、一なる真実が存在しないから猫箱は無限の物語を生み続けたのです。しかし今宵あんたの鍵によって一なる真実が明かされます。そしてそれは猫箱が開かれることを意味する。まさにベアトリーチェを生きたまま腹を引き裂いてその中身をぶちまけるのと同じことってわけです。そのもつ鍋パーティーにあの高速道路の渋滞みたいな大行列は、ベアトリーチェの有名さを驚くべきか、あの連中のゲッサにヘドが出るのが先か、分かりかねんわ。あんたにとって一なる真実の書の中身は単なるピリオドに過ぎない。でも六軒島ミステリーを感激する者たちにとってはこれは見過ごせないイベントですから。なるほど、あれはお兄ちゃんのゲーム盤を食い破ってたヤギどもの行列というわけなのね。ベアトたちはゲーム版の最後の食い残し黄金鏡に立てこもってます。バトラとベアトが門番を務め第一陣を壊滅させたようですが、第二陣は防げません。我が主は牢城概念破壊の艦隊を与えられました。黄金鏡の城壁などもはや風前の灯火です。あの島に湧き出したヤギたちは島に惨劇を望む未来の妄言が具現化したもの。そうです、あのヤギたちはネットの海からいくらでも生まれてきます。第一陣など所詮は有象無象、第二陣は違います。無数のヤギたちの中から立てこもる全ての駒たち個人個人の否定に特化した再精鋭から編成しています。総兵力は10万、島に立てこもるほんの数十人を否定するために10万の否定を用意したのです。お兄ちゃんももうおしまいね。もう覚悟はされているのでしょう。後ろ宮バトラは1986年に死んでいて、あの彼は猫箱が生み出した幻想であると。ええ、分かってる。
その第二陣は我が主より私が指揮官を務めるよう仰せつかっています。お任せを、エンジェさん。あなた自らに手を汚させるほど我が主は陰湿ではありません。どうし、エンジェ、あんたは真実の魔女なんですよね。そうよ、多分。じゃあ受け入れましょうよ。12年を経てようやく本当の一なる真実を。私はここでベルンカステルが封印を解き終えるのを気長に待つとするわ。おそらくはパーティーのゲストとしてあなたは呼び出されるでしょう。姿見はありますので、目やにでも取ってたらどうです。あんたこそ出陣前にムダ毛でも抜いてきなさいよ。ゾロリと取り囲んでやがるな。増援を集め、今度こそ一度に押しつぶそうという魂胆であろう。すげえな。俺もお前のゲームで随分とおかしな経験をいろいろしてきたが、海賊船に包囲されるってのは初めての経験だぜ。おそらく黄金鏡の境を打ち破る力を持つのだろう。あの大砲もハッタリではあるまい。あれでこの扉をぶち抜いて一挙になだれ込もうというに違いあるまい。あの大砲を前に黄金鏡の境はどの程度持ちこたえる？わからぬ。ただあれだけの数を揃えているのにまだ援軍を待つということは、おそらくそうやすやすと破れはしないのだろう。確かに降伏勧告もしないで攻撃の手を休める理由は
それしか考えられねえな。奴らが与えるこの時間が我らに有利に生かせればよいのだがな。劣勢な側にとって時間はいつだって味方さ。何かの奇跡を期待できるからな。あるいはさらなる絶望を知ることにもなろうか。いて、なんだこりゃ。コンペイト？私よ。分かったわよ、ベルンたちの居場所が。おお、さすがはダイラムダデルタ教。ここじゃ奴らに姿を見られるわ。中で話をしましょう。一筋縄じゃいかないことになってるわ。わかった、誰かいるか。はい、お呼びですか。すまぬが、見張りを頼む。お任せを。奴らが攻撃を開始したら戦う必要はない。すぐに黄金鏡に逃げ込め。扉を閉めなくていい。しかしそれでは。奴らは扉なんか無視して直接黄金鏡をぶっ壊す気だ。ここで仁王立ちしてたってもう何も防ぐことはできやしない。わかりました。ここは僕たちに任せて中で対策を。うん、しばらく頼むぞ。それでエンジェやベルンカステルたちは一体どこに。図書の都よ。聞いたことがあります。海を渡る偉大なる魔女たちが集めた様々な欠片を書物に記し保管した地があると。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女により厳選されし名誉ある図書の都です。ダイアウローラ卿は図書の都の主だ。なるほど、妥当な場所である。しかしさすがはラムダデルタ卿ね。無数に想定された隠れ家からこんなにも早く居場所を突き止められるなんて。それがね、簡単に分かっちゃったわ。わかるも何も向こうで大々的に宣伝をしているわ。無限の魔女大ベアトリーチェ教の猫箱の秘密大公開パーティーってね。なるほどな。奴らがまだ攻めてこぬ理由は援軍待ちではなくパーティーの式次第のせいらしい。そのパーティーとやらでエンジェの鍵を使って未知なる真実の書を公開するということなのか。そういうことね。アウローラは久しぶりのイベントなんで各界から賓客を集めて大パーティーを催してるわ。未知なる真実の書はそのパーティーの最後の目玉になるでしょうね。エンジェと鍵を取り戻すチャンスはまだあるってことか。
時間的猶予という意味ではね。ただとてもシンプルかつ当然な問題が。なんだ。図書の都は元老院の管理下にある聖域よ。神聖な結界が張られている。元老院の魔女以外は踏み入ることさえできない。パーティーの招待客には元老院に席を持たぬ者もいるのだ。ええ、いるわ。そういう連中には特別に聖域に踏み入ることを許可する招待状が与えられてるみたい。招待状。これはこれは面白くなってきましたな。と私も思ったわよ。ところがこの招待状、遅刻厳禁でパーティー開始時刻までに入場受付をしてないと自動的に効果を失う優れもの。そしてお気の毒なことに、ついさっきパーティーが始まっちゃったわ。つまり遅刻した来客の誰かから招待状を奪うという手はもう手遅れということか。そういうこと。でどうすんの。これから誰かポップコーンもらえる。今度キャンディフレーバーがいいわ。門外観で恐縮だが、もはやお手上げに思えるね。私たちはもうおしまいなのですね。ここで座ったまま奴らが襲ってくるまで待ってるしかないの。何かできることがあるはずだわ。そうね、私たちにできることは一つだけあるわ。それは一分一秒でも悪あがきして奇跡を待つことや。奇跡。つまりこいつは荒物砦ってわけさ。私たちに幸福はない。できるのは一分一秒でも持ちこたえて奇跡が起こるのを待つことだけね。ウリュー、奇跡って何。エンジェが何かの理由で気が変わってここへ戻ってくる可能性が何百万分の一の確率であるかもしれない。そのような極小の確率の末ならば、それは確かに奇跡と呼べるであろうな。私たちはエンジェさんの帰りを待つためにここにいるんです。ええ、エンジェさんの帰る場所は私たちのいるここだけなんです。だから私たちは最後の一秒までここを守って彼女の帰りを待たなければならないんです。留守をお預かりすることこそ使用人の役目。こうとなればこの号だ。もう覚悟は決まっております。マトラ様、我ら一同すでに覚悟は決まっております。シエスタ姉妹この得体一同、名約に基づき最後まで大ベアトリーチェ教とご一緒するであります。45、問題ありません。最後まで戦います。ようやく似合いの死に場所を見つけたに。410、問題ないに。煉獄の七姉妹、最後までベアトリーチ様とバトラ様のおそばに。アイゼルネ・ユングフラウ、最後までお供します。元 SSVD もいいぜ。付き合ってやらん。そしてあなたもどうか私たちに力を。私だよ、偵察してきてあげたじゃない。それで私は十分協力をしてあげたつもりだけど。あなたはエンジちゃんが図書の都の中にいるのをどうやって確認したんですか。もちろんこの目でよ。私自分の目で見たものしか信用しないたちなの。ということはあなたは聖域である図書の都に入る資格を持っているということですね。そうと、ダイラムダ・デルタ教は
元老院の大魔女であらせられるぞ。ラムダデルタ。何よあんたたち、まさか私にもう一働きしろって言ってんじゃないわよね。これはこれは思わぬ出番だね。図書の都に入ることができるのはラムダデルタ卿ただ一人ということ、これはまさにラムダデルタ卿のための見せ場ということじゃない。バカ言ってんじゃないわよあんたたち正気。私がたった一人であそこへもう一度侵入してエンジェを連れ戻してこいっての。バカも休み休み追いなさいよね。エンジェを助け出すってことは大アウローラのパーティーをぶっ壊せってことよ。私に世界を敵に回せってこと。私に見返りはないわ、あるわけない。あんたたちに用意できるどんな見返りだって大アウローラとその愉快な友人の化け物たちを敵に回すことと割が合うわけなんてない。大アウローラのガイベルンカステルの目論みを台無しにし、エンジェちゃんを連れ戻し、みんなで和解するとハッピーエンドが見られます。どうであるかラムダデルタ卿、これほどのスリル他にはないぞ。それほどの大事を成し遂げればそなたも病を千年は忘れることができるのではないか。頼むラムダデルタ、俺たちに力を貸してくれ。どうか頼むラムダデルタ卿、そなたしかおらぬのだ。力を貸してくれ、俺がお前に最高の物語を見せてやる。そいつを最前列で見せてやるから、だから力を貸してくれ。うるさい、黙れつってです。しないでくれる。私は観客よ、観客。ベアトに招かれてそのゲームを見物に来ただけの客人よ。その私がなんであんたたちのために命までかけなきゃなんないわけ。ヘンジが帰ってきたらハッピーエンド。バカじゃない。怒り狂ったベルンとその軍勢が一気になだれ込んできてブチッと潰されておしまいじゃない。私がここにいる理由はたった一つよ。それは面白い物語が見られるとそこのリオンに単価を切られたから。ええ、そして私はもうじき最高に面白い物語が見られることを信じて疑わないわ。それは背水の陣でベルンの軍勢と戦って一人また一人と散っていく悲しい悲しい物語。全員に散り際の見せ場がありそうだもんね。それを間近でもうじき感激できるのよ。あんたたちはもうじき、みんな死ぬの。でも私は違う。私は観客よ、客人よ。あんたも一緒に死んでくれなんて、言われる筋合いはこれっぽっちもないんだから。ごめんね、私ってば最高に格好悪いわ。そうよね、ここで私が任せておきなさいって胸を叩いたら私の人気はうなぎ登りで次の人気投票はトップ3くらいに入っちゃうかもね。でもね、私はあんたたちと違って
物語の登場人物じゃないのよ。死ねないのよ。あんたたちが深夜に、クライマックスはこれからだとか言い込んでるけど、私は明日、月曜で学校で、日直で朝は起床が早いわけよ。住んでる世界が違うの。だからさ、私をさ、俺たちにできることも尽くさないのに、あんたにだけ何かを失うように強いるのはフェアじゃない。俺たちはここで戦い、最後の一秒までここを守る。エンジェが一なる真実よりも俺たちを選び帰ってきてくれるかもしれない奇跡を信じて。それも尽くさないのに、あんたに俺たちと一緒に命を捨ててくれなんて頼めるわけもない。バトラ、見張りの二人と交代してくれ。俺が奴らと戦う時の先陣でありたい。それが今すぐ俺がラムダデルタに見せられる俺の決意だ。わらわも行くぞ。お師匠様はラムダデルタ卿に新しいポップコーンを頼む。デアト、エンジェは必ず帰る。信じねば実る奇跡も実らぬというもの。くじを買わねば当たることもないのだからな。みんな、戦いに備え何かの準備をしよう。賛成だぜ。ここでうつむいてだってバカバカしいぜ。そうだな、最後くらい景気よく行こうぜ。エンジェちゃんの帰る場所を守らなくちゃ。私たちも作戦会議が必要です。そうだな、カグにブグに悪魔に異端審問官だ。このチグハグ連合軍でうまく連携を取らなきゃな。さあ妹たち、休憩の時間は終わりよ。シエスタ対キリス。紅茶ね。インスタント？それともティーバッグかしら？おや、どうしエヴァもいかがです？カップはないのでロートになりますが。ベルンカステルの様子はどう？一なる真実の書の封印を解くのにまだだいぶかかるのかしら？それを伝えに来たのよ。封印が解けたそうよ。おめでとうございます。いよいよですね、あなたの人生のピリオド。鍵を持ってベルンカステル卿のところへお行きなさいよ。使い魔の猫が案内してくれるわ。
分かったわ。じゃあちょっと行ってくるわ。短い間でしたが楽しかったです。同族嫌悪って感情を知ることができる貴重な時間でした。私こそ次に会えたらどうやったらこんなにまずく紅茶が入れられるのか、ぜひ秘密を教えてほしいの。嬉しい？私が12年間ずっとずっと隠して意地悪してきた秘密がいよいよ知れて嬉しいわ。あ、今ならエリカの気持ちがわかるわ。あんたが死ぬまで守った秘密を暴けて、あんたに一矢報いてやったって気持ちになるもの。それは気持ちのいいこと？多少はマシって程度だわ。いってらっしゃい、エンジェ。それも、あんたの選んだ道よ。あんたはもう、6歳じゃない。18歳なのよ。自分の人生は、自分で選択しなさい。過保護なおばさまだことで。私は式典の様子を見に行くけれど、あなたは？もうじき出陣の時間ですので、船に向かいます。手土産にはベアトの屍を、腹渡はパーティーに、私は皮をもらえることになってますので剥製を作りましょう。これで謎のベールに包まれた六軒島物語もおしまいね。するとその駒であるあんたもおしまいになりますね。私はただの駒よ。駒の役目はゲームが終わるまで自分の役目に忠実であることだわ。ゲームが終わった後のことを考えるのは駒の役目じゃない。そうですね、それは私も同じです。お互い今のこのひとときを楽しみましょう。では私もこれで失礼します。じゃあね、お仕事頑張ってね。いやあ、大月教授。おお、これはこれは前回のコンベンション以来ですな。しかし本当でしょうか、後ろ見合えばの日記帳が実在したなんて。いいいい、私も噂には聞いておりました。後ろ見合えばが死の直前に隠したとささやかれる秘密の日記。彼女は六軒島の真実をそれに密かに記していたと噂されます。まるで王様の耳は老婆の耳ですな。人は自分しか知り得ない秘密を穴を掘ってでも口にせずにはいられない悲しい生き物なのです。
何でも聞いた話ではドバイのコレクターが1000万ドルで買収を持ちかけてるとか。それはすごい。それだけロッキン島ミステリーが魅力的なことの証左ですな。いかにも私が八条東也です。先生は過去のサイン会においても影武者を立ててまで姿を現すことを拒まれてきたわけですが、それが今回こうして姿を現されたのはどういうご心境の変化からでしょう。六軒島の魔女伝説は無限の物語を生み出してきました。それが終焉することの意味を考えれば、物書きの端くれとしては姿を表す形で敬意を表するべきであると感じたからです。偽証作家としての先生はネット上で真実に至ったと公言されておりました。それはつまりもう先生は日記の中身をご覧になっているということなのですか。そしてそれはもうじき皆さんにも公開されることとなるでしょう。こう言ってはなんですが、日記の中に記された内容が真実であるとの保証はあるのでしょうか。個人の私的記録に過ぎないといううがった見方もあるようですが。いいえ、私が保証します。日記には真実が記されています。これにて八条先生の会見を終了いたします。報道各社の皆さん、本日は誠にありがとうございます。引き続きまして後宮江橋の日記の撮影時間に移りたいと思います。以上で会見を終了させていただきます。それでは皆様、会場の方へ移動をお願いいたします。楽しめた？疲れる。だが悪くない。それにしてもこの日記は重いな。私は少し控え室で休ませてもらおう。
出番なんてすぐよ。休んでる暇なんてないでしょ。では休むと言わず、久しぶりの興奮をかみしめる時間が欲しいと言い直す。この本借りるわ。園児に一番に見せる約束をしているわ。そうか、ならば好きにするがよい。遅くなったわね。ごめんなさい。ほら、持ってきたわよ。一なる真実の書。触れてもいい？お好きになさい。これがエヴァおばさんの日記。そうよ。その中にあんたが知りたかった一なる真実が記されているわ。鍵は持ってるわよね。ええ、ここに。急かさないわ。あなたの心の準備がついてから開けるといい。この中には1986年10月4日と5日に何が起こったか記されているのよね。そうよ。あなたが命と引き換えにしてでも知りたいと願った全てがね。あんたがその鍵で選択をしたから魔法が一つ消えたのよ。何の魔法？バトラが言わなかった。その鍵があなた以外の誰にも渡すことはできない。それはあなたに選択を委ねるという魔法。今その役目を終えて消えたのよ。もうその鍵はただの鍵。この日記を開け閉めするだけのただの鍵。そう。
このお兄ちゃんの鍵も、もう用済み。もらってもいい？あんたが読んだ後に、もう一度施錠するの。その錠前を開けるのは、パーティーの立派なセレモニーだそうだけど。そう。好きにすればいいよ。では、どうぞ。真実を知ろうとする。あなたの勇気が消えてしまう前に。
魔事件の真相なんですって。認めないわ。あんたを認めなくったってこれが真相なんでしょ。なんであんたが認めたって認めたことないじゃない。やっぱりそれが言うと思うよ。やっぱり誰だよ。認めないわ。そんな真実、私は認めない。認めない。あんたが認めても認めなくても、真実は考えられない。だって、あんたは真実に証明されたら、チャレンジしてみてやるんですか？それなんだから！赤き真実は絶対？誰にとっての絶対？あんたたちにとっての絶対でしょ？私にとっての絶対じゃない！私の真実はあんたたちの真実に汚されたりなんかしない！エンジェ、落ち着いて。知りたいと願ったのはあんたでしょ？私の真実はエヴァおばさんが犯人。エヴァおばさんがみんなを殺したのよ。悪いのは全部エヴァおばさん。お父さんもお母さんもお兄ちゃんもみんなみんなただの犠牲者。誰も悪くない、誰も悪くない。だってそうじゃない、だってそうじゃない。あんたの言葉の意味。そうよ、エヴァおばさん、あんたが犯人よ、あんたが犯人。それを認めない世界の方がおかしいのよ、壊れてるのよ。正しいのは私。私は赤き真実を、世界の全てを否定する。そう、じゃああんただけに記せる赤き真実を記してごらんなさい。でも人間はどうやって赤き真実を記すの？あるわよ。人間にしか記せない真っ赤なインクがあるじゃない。エンジェさん、落ち着いてください。正しいのは私、間違ってるのが世界。私が記してあげる。本当の赤き真実で私が真実を記してあげる。20屋上支援大至急。エンジェさん、待ちなさい。早まるな、危ない。グッバイエンジェ、ハブナイスデー。記してあげる。これが私の記す真っ赤な真実。お前たちの世界の真実など私は受け入れるものか！見えない。大至急地上を調べろ。無理だ、どうしようもなかった。ひょっとするとあそこの防護ネットに引っかかったかもしれん。調べてみよう。そんな奇跡絶対に起こらないこと、この奇跡の魔女ベルンカステルが保証してあげるわ。
それさえもあんたの選択よ。6歳より先の未来を生きようとしなかった。だからあんたは12年をかけてやっと元の場所に戻ってきた。死ねたわ。でもね、それで天国のみんなに迎えてもらえるかは別だわ。だってあんたはその天国のみんなを拒絶してここへ来たんじゃない。 See you hell。 いいえ、多分それはここだったわね。さようなら。ちょうどいいところへ。お呼びでしょうか、我が主。そのひき肉のゴミを捨てておいてちょうだい。私はこれを戻してくるわ。かしこまりました、我が主。